怒ってるね。怒ってますね。ほら、もう、あずちゃんとか見た目からして、子供なんだから、許してあげてよ。ね、小学生の通学帽かぶってるでしょ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、マンション見てこう。あ、なんか待って。遠目に見てもね、遠目に見ても今ハートがあった。はい、それじゃあ、一人だね。はい、レイさん。入るよ、入るよ。さて。ちょっとだけ、そっとしておいてください。逆プロポーズですか？行きますか？行きますか？え、もう全然いいと思う。え、もう前回、ちょっと私プロポーズにめっちゃ、ね、失敗しまくっとるけん、今回ちょっと頑張っていこう。じゃあ、どうしようかな。駅のホームで。その前に着替えた方がいいですかね？いや、このまんまでいいんじゃないかな。かわいいかわいい。よし。じゃ、待って。私が頑張らねば。オッケー、わかった。いってらっしゃい。今日も楽しかったね。聞こえるかな。レイさんのことを考えろ。考えるんだ。何？ご飯が食べたい？ご飯が食べたいって。ああ、押せてなかった、今の。まさかの押せてなかった。はい、来て来て来て。帰るの、寂しいね。よし、オッケー。そうだね。いけるか？今回はちゃんと、夫婦成立したいよ。夫婦成立したいよ。で、ご飯食べたがっとる。もう少し一緒にいたかったな。いいぞ、レイさん押すんだ。レイさん押すんだ。押せ押せ。ぐっ。ぐっぐっ。早く。ピザが食べたいのね。あー聞こえなかった。すげえスピードで通ってった電車。あんなスピード。各駅じゃないってことかな。いやー怖いんだけど、いなり寿司。あ、まだか。いなり寿司とピザが食べたいっぽい。なんか人増えた周り。気のせいかな。さっきまでてっちゃんしか見えんかったんやけど。ずっとおった？その数は増えんか。お、次やろ、次。私と結婚してください。じゃ、やったー。どうですか？ああ、やったー、よかったー。もうめっちゃ嬉しいやつ。はい。めっちゃ嬉しいやつ。そしてはじめちゃんとできてない。この二人は同じぐらいの身長なんやね。ほいほい。実用品、音のスプレーをもらいました。ありがとう。二人とも子供なんか。なるほど。いい感じの身長になるかな。使います。ありがとうございます。では、音のスプレーをかけてください。二人とも身長高いの似合いそうな感じでいいよね。よろしくお願いします。おいおい、任せて。任せて。お、いいね、いいね。大人になれました。もう、子供じゃないんですね。そうよ。もう、むしろね、自分たちが結婚して、子供を産む側に、育てる側に。ああ、いいね。いいね。前回の失敗をここで取り戻す。組み合わせは違うけど。カップルはちょっと違うけども。いや、幸せいっぱい。喜ばしいね。超祝福されよりやん。いいわ、また。なんか、バルーンドレスの子めっちゃ多いんやけど。3人おった。色違いで。今回の新婚旅行は、どこに行くかな？デート行ったの新婚旅行 in 京都。京都いいね。わやは東北持参内。はい。お、いいね。決まってる。八坂神社。あー、レイさんが目をつぶってしまった。あー、飛んだままだな。これはうまく着地したときに押すのがいいのか。楽しかった。よかったよかった。はいはい。だから強風扇子をもらいました。ありがとう。最近強風扇子ちょっとね、溜まってきたような気がする。こちらこそ、よろしくお願いします。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ。それじゃあ、化粧品セット。化粧品セットをどうぞ。道具、化粧品セットをプレゼントしました。頑張ってる旅人を見ると、こっちまでなんだろうって気になります。特にこう、自分が調子がいい時とかって、より一層、人に何かをしてあげたくなったりとかするよね。はい。いただきます。どうぞどうぞ。あ、どう？結構美味しかったようです。お、よかったよかった。さあ、もうないかな。なんか友達マークがあったけど、紹介だったりとかしないかしら。で、紹介パターン。あー、ずっちゃん怒ってる。喧嘩だ。喧嘩だった。一番嫌なやつ。あ、どうも。どうも。ユニコーンと喧嘩しました。腹立たします。それは仲直りしようよ。ユニポンちゃん、あんな子だくさんで、ねえ、大家族の母親なのに、そんなブリブリ怒らなくても。ほら、クッキーでもどうぞ。そういうの関係ないかな。関係ないんかな。どうすか？お、すごく美味しかった。よかったよかった。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。怒ってるね。怒ってますね。ほら、もう、あずちゃんとか見た目からして、子供なんだから、許してあげてよ。ね、小学生の通学帽かぶってるでしょ。この間はごめんなさい。お、どうだ、どうだ。こちらこそごめんなさい。おー、よかった。すごい、あっさり。あっさり許してくれた。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。お、なんだなんだ？実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。うちって地味な女なのかな？え、どうなんやろ。でも住んでる部屋めっちゃ派手だけどね。結構普通に派手やけどね。はい、ミシンで服でも作ってくださいな。なんかセンス良さそうな気がする。カジュアルめな服にするの？カジュアルめの服。まあでも、どこにでも着ていけそうで、良さそうなんじゃないかな。誰にでも着こなせる服。男女問わずってことかな。プロのデザイナーが考案したポロシャツ。プロのデザイナーが考案したのマジで知り合いにおったとかそういうこと？ポロシャツ、なるほどね。ポロシャツってなんか小学生の頃にめっちゃ着よったけんさ、そのイメージしかないんやけど。ね、学校の制服、ポロシャツ。レベルアップ！ほい、それじゃあ道具で、何がいいかな。勉強セット。はい。道具、勉強セットをプレゼントしました。はい、それじゃあ、あとはもう遊びたい人たちばっかりかな。ほいね。ほい、それじゃあ、アダムスさん入るよ。一緒に遊んでくれますか？遊ぼう、遊ぼう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。超アップクイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？ステーキ。答えはステーキ。あれ、筋が入ったよ。ステーキでした。オッケー。超アップクイズ、第2問。第2問。これが何でしょう？ホテルのアメニティ。答えは、ホテルのアメニティでした。ショーアップクイズ、最終問題。最終問題。これが何でしょう？リゾット？なんとなく消去法的に。あー、当てたー。他の2つは確実に違うやろうなーと思って。おめでとうございます。ありがとう。お、これレベルが上がるね。どれか選んでください。一番大きいので。だから、ブラウン管テレビをもらいました。ありがとう。人生、無駄なことなんてないですよ。意見、何事も経験やね。はい、それじゃカレーライス、どうぞ。いただきます。はいはい。がっつり食べて、がっつり。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。お、好物2位に入ったやん。それじゃあ道具で何がいいかな。テニスラケット。はい、どうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。はい、それじゃあ、みんなに募金を募りに行きます。お、なんだい？またしても成長会。あれやない、大吉くんやない。あ、もうほら。ほら、大吉くん。一人暮らし。という名の実家暮らし。はい。全然一人じゃない。はいはい。引っ越さないと思うけどね。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。みんなじゃんじゃん入れてってね。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして今日も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、それを紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はソロを大吉ちゃんの歌で、どこや大吉ちゃん、これか。はい、大吉ちゃんで、アイドルの曲、魔法ガールズ。これ、あさぽんさんが送ってきてくれた歌です。はい、お願いします。いいね、いいね。かわいいね。アイドルって感じ。ちゃんと後ろの子たちの服装がね、真ん中のライちゃんと違うっていうのが。いいね、いいね。かわいい。ライチちゃんね、人気あるんよね。ライチちゃん結構人気あるんよね。まあね、初期からおるメンバーっていうのもあるしね。ミートピアにも出てきたし。はい、それじゃあ、ミンニュース見てこう。こんにちは。正午のミンニュースをお伝えします。お願いします。本日、あゆな島プロレス開催されました。あゆな島プロレス。広場に設けられた特設リングには、ダイアンドコミック、手形寸大弾、謎の覆面レスラー、マスクドショウタ、もっと謎。全財マスク、誰？え、誰全財マスク？全財マスク誰？え、誰の名前もかすってなくない？必ず出てくる人？すげえ、なんかそれを動画で見たいね。ちゃんとなんか戦いよるところが見たいね。静止画じゃなく。お、感動するような試合やったんやね。マジでそんなに？素晴らしい試合やったんや。私プロレスはよくわからないからな。ありがとう。はい、ということで、あ、そっか。じゃあ、ひるいちを見ておこうかな。フリースジャケットなの？フリースジャケットを。マジでそんなに？ニューやし。750 750円セットで、ありがたい。セットで750円って安すぎん。あ、やった実用品旅行券おまけしてもらいました。しかも旅行券よおまけ。やばいやばいやばい。安すぎてなんか、ね、逆に怖い。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、今回はちゃんとプロポーズが成功してよかった。前回ね、2連敗して、うわーって感じだったもんね。